日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の曲はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。スターバックスの秋はまだ終わらないようですね。というわけで本日スタバの新商品に少し名を食べたいと思います。こちらがハロウィンポッピングドーナツと豆乳パンプキンケーキ、そしてほうじ茶ラテ、アップルルイボス、そして紫芋フラペチーノです。お芋のフラペチーノはちょっとダッタリーズに負けてる感がありましたので今回は大丈夫かな。はい、それでチャンネル登録よろしくお願いします。アングルの都合上前からだと前の画面の中でこんな角度で申し訳ないですが、あのハロウィンドーナツからいただきたいと思います。では豆乳パンプキンケーキ、上のミルクが美味しそうです。ミルクが美味しそうですね。それではどうしたらさっぱりいただきそうですね。ではロイボスティーに銀アクア、銀も美味しいですからね。それでは、はい、ラストはお芋ドリンクリベンジとなる紫芋フラペチーノ。紫になってやっぱり変わるかな。では飲みます。最初に食べたパンプキンドーナツはパチパチと弾けるポップの食感と分厚いドーナツ生地がよくマッチしていてとっても美味しかった。その次に食べた豆乳パンプキンケーキはもっちりとした意外と食感のあるムースがかぼちゃの味がしっかり感じられる生地がよく合っています。で、ほうじ茶ラテは抹茶やほうじ茶と違った香ばしさがあるわけですね。ミルクがほろよくまろやかになっていて美味しかったです。続くアップルルイモスティーのリンゴの味と果肉がたっぷり感じられて秋を感じる紅茶になっています。そしてラストのリベンジの紫芋フラペチーノですが、紫芋は以前の説明が黒物にならないぐらい芋の甘さがしっかり口の中に広がってきてとっても美味しかったです。初めからこっちで来て欲しかったなというのと、というわけで今回は紫芋フラペチーノはもう文句なしですので、そちらを代表として5点とさせていただきます。フードの方はドーナツの方が美味しかったですね。こちらも5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終了。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。